挑戦者求む。私、宮本恒康が2015から16シーズンで注目している選手を集めた注目イレブンです。ゴールキーパーオブラクは昨シーズン非常に難しいタイミングで正ゴールキーパーになったんですけれども、そこで、重要な試合でのビッグセーブが多かった。年齢の割に非常に落ち着いたプレーをしているので今シーズンも期待をしています。そしてミッドフィルダーポグバ、彼こそ新時代のスターかなというふうに思います。本当に活動量も多いですし、テクニックも豊富、また想像力の高い選手なので、見ている我々が非常に楽しめる選手です。楽しみにしています。このイレブンはまだ少し若いんですけれども、はつらつとしているイレブンだと思います。これからスターダム超一流の選手になっていく彼らに期待したいと思いますし、彼らのそのモチベーションぜひ注目をしていきたいと思います。これが私の選んだイケメンイレブンです。ゴールキーパーロリス、彼は非常に端正なマスクを持っているんですけれども、プレーも美しいと思います。涼しい顔で相手の難しいシュートをセーブする、横飛びのそんな姿を見てもらいたいというふうに思います。そしてセルヒオ・ラモス、彼は一度エレベーターで一緒になったことがありますけれども、本当に、男前な選手だったというふうに思います。そしてフォワードはネイマール、彼は得点後のスマイルですね、それは女性の心をつかむ、虜にするものがあるのではないかなというふうに思います。このイケメンイレブン、容姿端麗です。そして、力もあります。活躍してくれると思いますので、ぜひ女性の方もこのゲームを楽しんでください。監督目線で楽しもう。唯一の FIFA 公認モバイルサッカーシミュレーションゲーム、 FIFA ワールドクラスサッカー2015。決戦はアプリで。